さらには三つの土面ともに、口元の表現も土偶のそれとは異なっている。土面の口は平行あるいは三叉型で、息を吸う際の口をすぼめた様子を表している。これは、人は臨重に際し、息を吸うと信じられていたことによるものだろう。特に麻生土面においては、左右の方に三叉門を抱いた神蛇が、微婚へと向かう姿が描かれている。 これは生前、生命エネルギーとして、離れ離れで体内にあった死有の蛇が一つに絡まり天に召されていく様子を表したものだと考えられる。